は。この度は50周年、本当におめでとうございます。このようにおめでたい機会にて本日演奏をさせていただけますことを心より感謝いたしております。約30分間バイオリンの音楽をお楽しみいただければと思います。まず第1曲では、イギリス第二の国歌と言われる威風堂々の作曲家エルガー作曲朝の歌でございます。こちら夜の歌とセットで書かれた商品で、演奏会を始めるにふさわしい大変爽やかな作品でございます。それではただいま思い切り昼ですけれども、朝の歌演奏いたします。アレグロ、早いという意味のタイトルで、なかなか前向きで明るいいい曲でございます。それでは演奏いたします。
作品、サン・サンス作曲白鳥でございます。こちらおなじみ動物のシャニクサイの第13曲目にあたるんですけれど、意外なことにこの現在では大変ポピュラーな動物のシャニクサイ、なぜかですね、作曲家が生きていた間は出版を許さなかったということなんですが、なんでなんでしょうかね。でも、今から演奏いたします、白鳥のみが、単品としてその中で唯一出版を許可されたということになっております。本来チェロで演奏される曲でも誠に優美な旋律美の作品でございます。それでは演奏いたします。
プログラム最後の曲となりました。モッティ作曲シャルタシュでございます。こちらジプシー音楽の中でも傑作の一つと申し上げてよいかと思います。チャルタシュは酒場風という意味のタイトルで、何かこう酔っ払った人が泣きながら歌ってるかのような、グリッサントっていうんですけれども、こうアポルタメントっていうんですけど、こう音をずらす独特な、節回しが特徴のゆったりした部分。そして例えば先ほどお話にもありましたけれども、小学校公演なんかで演奏しますと、必ず感想文にバイオリンの手が早かったと書かれる急速な部分が交互に出てくるのが特徴の作品でございます。それではモンティ作曲チャルタシュ演奏いたします。
寄せだけお願いできませんでしょうか。魂を譲り上げるようなあの曲をよろしくお願いします。これから演歌を歌わなきゃいけないような雰囲気の導入をいただいておりましたけど、ありがとうございます。アンコールを1曲用意いたしております。はい、アンドレ・クラウチ作曲 To God Be the Glory、 神に栄光あれ。そしてスティーブ・フライ作曲 All the Glory of Your Presence、あなたの臨在の栄光という神の栄光に関する賛美歌2曲をくっつけて作りました。グローリーメドレーと呼んでいる作品、こちらを最後に感謝を込めて演奏させていただきたいと思います。本日はお聴きくださいましてありがとうございました。
ミントさん、ありがとうございました。素晴らしい演奏。日本中で、そして世界中でも、何のためにオリジナル曲を作ってくださって、すぐここで生の演奏を聴けるなら、そんな贅沢な回、聞いたことあります？素晴らしいですね。それに見合った活動をしていきましょうね、ということが私の悪いところですいません。本当に、みつこさん、ありがとうございました。お元気で。